お疲れ様です、小林先輩。お間に合いそうですね、彼女さんのお誕生日デート。辻中が手伝ってくれたおかげだ、ありがとう。いえいえ。そう、今日は俺の彼女の誕生日。この日のためにプレゼントやいい感じのディナーを予約したんだ。お、香織から電話だ。もしもし、仕事終わったからすぐ迎えに。ゆういち。あ、ごめん、私たち別れよう。え、今まで黙っててごめんなさい。私、ゆういちに内緒で付き合ってた人がいるの。ん、え、だからもうゆういちとは会えない。さよなら。先輩、どうしたんですか？なぜか振られた。え、はあ、先輩、私も仕事終わったし飲みに行きましょう。話聞きますから。辻中、なんで俺振られたの？何がダメだったんだろう。彼女のために頑張ってたのにな。給料安いから、頼りない男だから。かれこれ4時間くらいずっとこの調子。今日用意した誕生日プレゼントだって辻中にアドバイスもらって選んだのにな。よしよし。なんだよ。しょぼくれてる先輩が可愛くてつい。可愛いってバカにしてるのか？バカになんてしてないですよ。ちゃんと真剣に彼女さんに向き合ってた先輩はかっこいいです。辻中、いいやつだな。私はずっと先輩の隣で見てましたから。お仕事も恋愛も真剣に頑張ってる先輩は素敵ですよ。真剣に付き合ってたはずなのに浮気されてたけどな。じゃあ先輩、私が先輩の彼女になってもいいですか？え、わかった、慰めの冗談だろ。違いますよ、私は本気です。本気ですよ。辻中、お前もだいぶ酔ってるだろ、そろそろ帰ろうな。外暗いし家まで送るよ。はーい。お前んちまだなのか？もうすぐです。本当にここら辺に住んでるのか？ラブホだらけなんですけど。着きましたよ先輩。私のお家です。はあ？家ってここラブホ？お前酔ってるだろ。酔ってないですよ。ほらほら早く入りましょう。ちょ、ああ、意外と広いですね。入ってしまった。辻中、どういうつもり？ああ、先輩、こっち来てください。俺には彼女が。その彼女に振られたんじゃないですか？そんな泣きそうな顔しないでください。いいんですよ、気にしなくて。よしよし、私は全部見てきましたよ。彼女のために仕事も恋も頑張ってて。でも彼女がいないならもう先輩のこと思いっきり好きになっていいですよね。私ずっと先輩のことが好きでした。でも彼女がいるって知ってたからずっと我慢してましたが、もういいですよね。確かに辻中は可愛くていい子だが、さっき彼女と別れたばっかで、そんなの不誠実すぎるだろう。何も考えなくていいんですよ、私を先輩のものにしてくださいね。好きって言って先輩。辻中、俺を求めてくれるのはこの子だけなのかもしれない。